はい、いつもありがとうございます。清岡市ナビゲーターの曲がりです。はい、本日はね、秋田から盛、岡、岩手のね盛岡に来たんですが、この盛岡の会場はね、いいなと言って、昨年ですよね、企業スクールでずっとお邪魔させてもらってたところで、僕本当に今懐かしくてですね、唯一その東北の中でも岩手県盛岡だけはね、何回も本当お邪魔させてもらってましたし、ちょっとこんなね動画で告白するの あれなんですけど、最終的にはね、僕のちょっと人格あり方が悪くて、本当に大事な人たちにご迷惑かけてしまったりだとか、一般のお客さんに対してもね、ご迷惑をおかけしてしまってですね、盛岡でのその企業スクールっていうのは一気に終わってしまったんですけど、そんなこともあってですね、僕の中でも実はこの47都道府県のツアーの中で一番ね、ちょっとその複雑というかですねそんな気持ちがあったんですが、ただ実際盛岡駅について、盛岡駅っていうのはね、皆さん僕の Facebook とか見てたらご存知だと思うんですけど、小町とはやぶさがね、連結したり連結をね解除したりっていう、そういう場所なんですけど、着くや否や、すぐそれが見れてテンション上がって、で改札出たらやっぱり見慣れた風景で、やっぱり青森とか秋田の駅前というのは初めて行きましたんで、やっぱりねホテルどこなんだろうとかいろいろ不安だとかがあるんですけど、盛岡の駅の改札出たらね、なんかねほっとしましたね。ここにあれがあってこれがあってみたいな、ここでご飯食べたなとかここで飲んだなとかね、だからね本当にね、また許されるんであればね、本当に東北でもね企業スクールっていうのを開催していきたいですしね、やっぱり岩手盛岡でやってましたんで、またねぜひさせていただければなと。いつも内的価値についてね、その人格あり方がダメだと全てを失うぞって偉そうに教えておいて、僕はそうなんですよねそうだったんですよね。ただじゃあこの1年ですね、本当にやっぱりいろんなことありましたよ。パートナーからね、提携パートナーからやっぱ裏切られるようなこともあったりだとか、でもそれもきっと何か僕のあり方が悪かったんでしょうね。やっぱりいつもですね、本当にうちの社内パートナーには怒られますけど、その僕の姿勢や態度をね。でもやっぱりきっとそういったものが、そのパートナーに対してもクライアントに対してもね、やっぱりその僕のあり方がやっぱり返ってきちゃうんですよね。だから本当にこの1年はですね、そんなことやっぱり激しく、そのいいことも悪いこともね、いろいろ体験しながらですね、またまた目のサイクル回してますんで、またねちょっと変わった曲がりをね見ていただければなと、また機会をいただければななんて思ってるわけですが、ちなみにここのですね会議室というかセミナールームはガラス張りなんですよ。今ちょっと声が反響してますよね。これね外から丸見えなんです。実はめっちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、僕もいろんな人通りますから。でちょっと聞こえますかね。実はその近くにエスカレーターがあって、エスカレーターは自動運転をしているんですけど、その障害者の、ね、方向けに音声案内も入れていて、やっぱりそれがやっぱりずっとひっきりなしにやっぱりアナウンスコールされてるんですよね。怪我とかされないように。なので、ちょっとね、こういう動画撮影でとかには、やっぱり音も反響しちゃいますし、これ構造上作りの問題だと思うんですけど、周りのね、他の音を拾ってしまったりだとか、あんまりいい環境ではないんですが、ただ、本当懐かしく、すごいデザインチックでおしゃれでですね、このアイーナっていう会館と、もう一つあるんですけど、やっぱりね、北陸、青森もそうでしたね、秋田もそうでしたね、昨日お邪魔した。で、岩手もそうなんですけど、施設が立派、めちゃくちゃ立派ですよ。名古屋にもないですからね、こんな立派な施設ね。びっくりしますね。なんかね、こんなね、本当に素敵なね、施設があるんだったらね、もっともっとね、本当にその
ソフトであったりね、この施設をね使ってね、いろんな人たちがねコンテンツを提供していけばいいんじゃないかななんて思うんですけどね、きっと今なんかその催しもね、イベント情報みたいなやつをね見たらですね、やっぱりそういうふうに、なんかいろいろ活動されてる方いるんですけど、名古屋だとねやっぱりその1日どうですかね、100はちょっと大げさかもしれないですが、一つのね、ウィンカイチではもう何十っていうやっぱりセミナーやコンテンツが動いてますんで毎日ね、うん、まあ東京はね結構分散されてるけど、東京もやっぱりなかなかホール取れないんですよね、貸し会議室とか取れないんですけど、まあ、名古屋は比較的まとまってますんで、名古屋駅前に、だからその地方にとっていいモデリングになるんじゃないかなと思うんですけど、大きな、田舎ですから名古屋は。でもやっぱりね、そこでそのコンテンツを提供してくれる人たちがね、たくさんいるからね、やっぱりまたそれで与えたら与えられるじゃないんですけど、どん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 やっぱ増えていってるんですよね。だから、遠くのね、でもなんかね、そういうようないい循環っていうかね、環境がサイクルしていけばいいなと思いますし、私たちもね、本当になんか魅力ながら、そんなところでお手伝いができたりね、レバレッジになれたらいいななんて思ってます。はい。なんかね、やっぱよほど珍しいんでしょうね。さっきからですね、ものすごい警備員の方とかもずっと見てるんですよ。動物園、檻の中に入った人みたいな感じになってるんですけどね、僕。はい、てな感じでですね、まあちょっと過去の懺悔というか告白もありながらですね、今日5時半から21時半までですかね、この施設借りてましたんで、ちょっとね、始まる前に動画を撮ってみました。はい。今日東北地方雨で、やっぱりね少し肌寒いんです。うん、ただね紅葉はね本当にその綺麗なの、やっぱ、各都道府県間を鉄道でね移動してるんですけど、今日秋田からね盛岡まで小町に乗ってきたんですけど、ものすごいやっぱりね紅葉綺麗だったり自然が綺麗でね、川が本当に水が澄んでんのね。でただそのすごく感動しながら、僕って全然何も知らないんだなってやっぱりちょっとね、まあ反省したというか思ったんです。例えば紅葉が綺麗だなって言った時に、その何の木か分からなかったり、その紅葉してる葉っぱのその色を説明できないんですね。いや真っ赤じゃないし、シンクでもないし、朱色なのか黄色なのかオレンジなのか、うまくそれをね表現できない、伝えられないんですよね、その紅葉の素晴らしさを。さっきもその水のものすごく水が綺麗なの、なんかもう飲めるんじゃないかと思えるぐらい透き通ってて、結構な高さから新幹線の車内から見てますんで、下ねその川が流れていて、ずっと見ててですね、すっごいもうそこまで透き通ってるぐらいな、結構大きな川ですよね、割と流れがあるような川だったりも。でもそれをうまく言葉で説明表現することができないんですね。つまりそのさっき色の話で言うと、色を知らないんですね、言葉を知らないんです、その表現できる単語を持ってないんですね。だから全然本当にいろんなことを知らないなっていうか、本当に無知なんだなっていうか、自分にですねちょっとやっぱりがっかりしながら、でずっと普段やっぱりその社内はね、やっぱりその移動中寝てたりだとか、パソコンいじったりだとか、スマホとかいじったりしてたことがあるんですけど、やっぱね、知らない地域なんでね、やっぱり風景を意識してみるようにしてるんですね、今回のこのツアーでは。そうすると、あ、全然ね、まあ、当たり前では当たり前なのかもしれないですけど、瓦の屋根の家って本当ないんですよ。それはまあそうですよね、豪雪地帯ですから、雪を下ろせないですから、多分そういった理由なんだと思うんですけどね。だからやっぱりすごくいろんなことに気がつくわけです。よくこんなところに新幹線通したなんていうか、この工事ってどうやってやるんだろう。その川から何十メートル川を要はその橋かけてるわけですよね。でやっぱトンネルもそうなんですけど、山くり抜いてトンネルを作ったりしてるわけですよね。僕その学生の時に高速道路のね、舗装をお手伝いしたことがありますんで、その時も感動したんですけど、なんかね、そういうその、まあ、僕たちは新幹線その当たり前のように乗ってて、すごいですよね、日本の新幹線って。もうほとんどダイヤの乱れがなくですね、
その200数十キロでビュンビュン飛んでるわけですよね。だから事故なんかないわけですよね。そういうことをその何て言うの、それに携わる仕事をしている人たち、その出来上がるまでもそうですし、出来上がってからもそうですしね。だからものすごくやっぱすげえなんて偉大だなと思ったんですね。そういう仕事に比べたら俺がやってる仕事ってなんでちっぽけなんだってね、実は電車で乗りながらねずっと思ってたんですよ。そんなになんかやっぱり自分でもうまくいかないとかもどかしいとかね、いろんなことありますよね。でもそういう方たちの例えば仕事、それは例えば、建築だったりね、土建だったりだとか、設計だったりね、そういう仕事だけじゃなくて、例えばそれは医療でも介護でもそうだと思うし、何か例えば物を作ってる人たちもそうだし、あらゆるねその職業の人たち、どの業種が上とか下とかっていうんじゃなくて、ものすごく日々大変なことをやっぱりみんな淡々とやってるんだなと思ったんですよね。やっぱりその各地回るとやっぱりそこに生活っていうのがあります。スーパー回ってね、生鮮食品見たりだとかっていう、そういうちょっとリサーチもさしてるんですけどね、そこにやっぱり住んでる人たちがいるんですよね。そこで働いてる人たちがいるんですよね。そこにやっぱりリアルな生活っていうのがあって、やっぱりお邪魔しなかったら分からなかったことがやっぱりねたくさんあります。だから自分のねその無知さ加減をですね、またその知りながら、また葛藤がありながらですねまあ旅は続くんですが、何かね気づいたことだったりね、そんなことを、YouTube だけじゃなく Facebook だったり、LINE だったり Instagram だったりね、そういったもので、ずっとこの期間中発信してきますんで、ぜひね、また何か皆さんからね、コメントだったり、何かフィードバックもらえたらなと思っています。はい。それではね、いつもありがとうございます。岩手からマガリオでした。それじゃあまた。